青岩寺港、故郷の土で辺野古の美しい海を埋め立てないでほしい、故郷の土を基地建設に使ってほしくないとの思いから、西日本からの土砂排出計画の撤回及び辺野古新基地建設の土砂投入の中止を求めます、強く求めます。以上です。今日から K8 護岸からの土砂搬入という報道もありましたが、まあ、地元から北上田さんもいらしてるんで、詳しいことは北上田さんの報告にもあると思いますが、今日は天候の都合で始められなかったということらしいです。でしかし土砂搬入場所が K9 護岸と K8 護岸になり、工事は加速していくと。でも辺野古の工事がどんなに土砂搬入が完了しても大浦湾が終わらない限りその基地は完成しないという、こういう状態で私たちは沖縄県民力を合わせてですね、粘り強く、この辺野古の新基地建設を止めるために戦っていきたいと思っています。参議院選挙でも高良哲美さんがオール沖縄の候補者として頑張っておりますが、オール沖縄が勝ち抜いて民意を示しても参議院での議席は1議席ですので、やはり自民党を公明党補完勢力を少数に追い込むためには全国で勝たなければいけませんので、野党と市民の共闘もできました。複数区でも野党が頑張り、比例代表選挙でも立憲野党が頑張り、必ず今度の参議院選挙で少数に追い詰めたらですね、あれだけひどいことをやれば国会はストップして動けなくなるのが通常ですよ。内閣は退陣に追い込まれるのが通常ですよ。そういう当たり前の政治を今度の沖縄の県民の戦いと結んで参議院選挙で勝ち取ってですね、そういう状態を作りたいと思いますので、共に頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。